平津ニュースです。新型コロナウイルスの影響を受け休業していた平方パークがおよそ3ヶ月ぶりに営業を再開されました。平方パークは緊急事態宣言の解除を受け3ヶ月ぶりの再開、入園時の体温測定や入場規制を行い、チケットは前売り制でローソンチケットからの購入のみ、一部のアトラクションは運休、営業時間も17時までに短縮、大阪府のコロナ追跡システムも導入されていました。入場前には一人ずつの検温が行われます。開園前にはご覧のようにたくさんの人だかりもできていました。オープン時には混乱もなくゆっくりと入場が始まりました。園内ではアルコール消毒スペースが設置されています。絶叫度を測定できるおなじみこちらのアトラクションバッシュでは測定が中止され、フリーパスも屋外での受け渡し、スタッフさんもマスク姿でコロナ対策をしての接客です。そんな中ですが、園内は再開を待ち望んでいた方々の楽しむ声が響き、少しずつ活気を取り戻してきていました。これからコロナの収束による全面的な営業再開が待ち遠しい、そんな平方パークでした。